フィールドシステムは、フォグと呼ばれるレイヤー以下で、多くのデータを処理する、エッジヘビーの思想に基づき開発されています。データの多くが工場内で処理されるため、クラウドだけでは難しい、通信の遅延が少ない機能を実現します。インターネットの障害時にも、その影響を最小限に抑えることができます。工場内で収集されたユーザーデータは、オンプレミス、すなわち、工場内や企業内に保存することを基本としています。もちろん、お客様のご要望に応じて、プライベートクラウドなど別の場所への保存も可能です。フィールドシステム用のクラウドとは、ライセンス情報や利用者の管理情報など、フィールドシステムの適切かつ適正な運用に必要なデータのみがやり取りされます。フィールドシステムは、世界に開かれたオープンプラットフォームです。アプリケーションディベロッパーとして登録していただければ、公開された SDK を利用して、どなたでもアプリケーションやコンバーターの自由な開発・販売が可能です。コンバーターは、FANAC 専用のものだけでなく、標準的な OPCUA や MT コネクトに対応したものや、各デバイス専用のものなどが提供されます。これにより、世代とメーカーの壁を越えて、さまざまな機器やセンサーを自由に接続できます。フィールドシステムでは、データの見える化や分析、予防保全の機能など、現場で必要な多種多様なアプリケーションをダウンロードして利用できます。また、システムやアプリケーションのアップデートも、ネットワークを介してタイムリーに行われます。さらに、人工知能を搭載可能とすることで、全体の最適化や適応制御、熟練技術者のスキルの自動化など、これまで実現が難しかった高機能なアプリケーションを開発・実行することが可能です。このように、さまざまな機器を接続し、多種多様なアプリケーションを開発・実行可能なフィールドシステムなら、従来、装置やメーカーごとにシステムが細切れに乱立し、機器の一括管理やデータの共有が難しかった問題をスマートに解決できます。さらに、データ共有とその分析結果に応じて、ラインや工場全体を俯瞰しながら、リアルタイム性高く機器をコントロールすることも可能となります。フィールドシステムの製造現場への導入には、従来からの工作機械やロボットシステムのインテグレーションの他に、新たにネットワークシステムのインテグレーションも必要です。また、これらをワンストップで進めることのできるトータルインテグレーションも重要です。これらのシステムインテグレーションとアプリケーションやハードウェアの開発・販売を行うのがフィールドシステムパートナーです。フィールドシステムの導入時には、お客様の使用条件やリクエストに応じて適切なアドバイスや対応が可能なパートナーがそのお手伝いをいたします。サポートのご依頼やお問い合わせはサポートコールセンターで受け付け、その内容に応じて適切なパートナーにお客様のサポートを依頼します。依頼を受けたパートナーはリモートまたはオンサイトで迅速かつ適切に問題の解決に当たります。フィールドシステムはものづくりを担うお客様とそれをサポートするパートナーによって日々進化するシステムです。ものづくりの革新がここから始まります。